さすがシノン、もう普通のモブモンスターには負けることはないな。確かに弓を撃つ感覚には慣れてきたわ。GGO の狙撃とそんなに変わらないし。そうか、全然違うように見えるけど。やっぱり空を飛ぶっていうのはまだ慣れないわ。みんなよくあんな風に飛べるわね。最初は俺も随分苦労したよ。でも慣れれば歩くのと同じように飛べると思うぜ。水泳や自転車と変わらないよ。そう。それじゃあ少し本腰を入れてやってみようかな。だったら俺も付き合うよ。ありがとう。それじゃお言葉に甘えちゃおうかな。リス、今日はどこへ行くんだ？他のメンツは誘ってないのか？今日はちょっとね、スプリガン寮にある遺跡に行きたくて。あんたスプリガンでしょ？そうだけど、俺はスプリガン寮なんて知らないぞ。ほとんど行ったこともないし。いいから、今日はあんたと私二人で行くの。いいわね？はい。そんな顔しないでよ。目的の鉱物が取れたらあんたの装備もチューンアップしてあげるから。本当か？よし、絶対見つけるぞ。まったく、現金なんだから。集まるって言ってたのに。どうしよう。先に始めちゃおうか、ボス対策会議。みんなだって何かと忙しいんじゃない？ゆっくり待ちましょうよ。でも勇気、まだ私に気を使ってるでしょう。スリーピングナイツの他の人にはそんなこと言わないんじゃない？そうかもしれないかな。私だってもうギルドのメンバーなんだからね。みんなと同じようにしてほしいな。わかったよ、アスナ。じゃあみんなを待とう。それまでは。いいじゃない、普通におしゃべりしてればそれも楽しいでしょ。うん、僕アスナとおしゃべりするのすっごく楽しいよ。ありがとう、アスナ。この辺りにしましょうか。景色もいいし。そうだな。圏内じゃないけど、パッと見モンスターの足跡もなさそうだし。追跡ってそんなことまでわかるの？まったく、君はいくつスキルを持ってるのよ。俺は料理スキルに全力投球してないからな。あ、そういうこと言うんだ。だったらこのお弁当は。ちょっとタンマ、料理スキルすごい、尊敬してます。本当？本当だって。
やっぱり美味しい食事は気合も入るし。なんか慌ててるけど、まあいっか。はい、これが今日のお弁当。すごく豪華だ。たくさんあるから慌てずゆっくり食べてね。